群馬県です電気系のやっぱ学科に入ってるんで、プログラミングだったりそのスマートフォンとか作りたいなって思ってるんで、そっちの仕事とかにつけるような資格とか勉強とかできたらなって思ってます。ここは岡山です。経営学部なのでマーケティングについて主に学んでいきたいなと考えています。自分で形成できるショップがあって、自分の学びたいことを専門的に学べるって言っていたので選びました。具体的には決まってないんですけど、やっぱり4年間の中でしっかり自分と見つめ合って将来を決めて経営の分野をしっかり学びたいと思います。茨城県です。総合大学っていうことでいろんな学部の学科の人たちがたくさんいて、留学生もたくさんいるっていうことで、こう国関係なく、まあ、いろんな県の方もたくさん集まっていろんな方とコミュニケーションが取れるので、こう自分の人脈も広がれたらいいなっていう思いと、あと法学部なんですけど自分の学びたい法律が学べるということと、あとやっぱり法学部で有名っていうことだったので神奈川大学に決めました。こういろんな方とこうつながることで自分自身がもっと成長できるように4年間で頑張りたいと思います。神奈川県の横浜市です。あれ勉強だけじゃなくていろいろ友人関係とかも、あと先輩後輩との礼儀とかそういうのもいろいろ学べたらいいなと思ってます。出身は神奈川の秦野です。まあ自分は法学部に行ってるんですけども、この法学部でその放送になるコースだったりその企業に就くコースだったりっていうのを選んでいけるっていうところが魅力的だなと思いました。サークルとかあとその部活動など入ってもうちょっとこう先輩方とかと仲良くなってこう人脈をできる限り増やしていけたらなと思っています。本人が学びたいこと、あとはまあやっぱり4年間っていう期間でもう充実したものにですね、まあ、そうやって人との関係だったり学業だったりを充実していってほしいなと思いますけど、だけですね、あとは本人が楽しく過ごしてもらえればと思います。自分は神奈川の横浜出身です。まず初めて見たときは本当にキャンパスが大きいなっていうのもあって、それで入学してみたらあの先輩の方々たちもあの優しく接してくれたんで安心して生活が送れるなということを感じました。神奈川県の秦野市というところです。英語とかスペイン語をやりたくて、で授業も結構幅広くあったりして留学の制度も整ってたので選びました。出身は宮城県です。横浜ということで国際性あふれているので、やっぱそういった方々とやっぱ外国の方々などと交流を深めたいと思ったからです。先生たちもあと留学生の方も多かったりするので、そういう機会をたくさん自分で作ってたくさんの人と交流を持って視野を深めていきたいです。